というわけで、7バンド目のバンド名見て6です。よろしくお願いします。あのね、音合わせの感じ聞いてもらったら分かる通り、ちょっと一番から曲をバチかぶりしました。ごめんな、俺もごめんな。で、なんかそんな感じなんでね、ちょっと皆さん逆にね、一番組でね、曲知ってますから、皆さん絶対にぜひね、ちょっと盛り上がっていってもらえればなって思います。よろしくお願いします。いいね、真面目な話ちょっとしようかな。まあね、この夏合宿っていう歌は結構、まあ、3年間もね、僕が入ってた頃なんですよ、いけなくて、まあ、なんなら先輩もね、1回しかやってるから。で、ね、まあ、去年は先輩たち、今ね、そこにいる先輩だったり頑張ってくれて、どうにかやろうとしてたので、ちょっとそれでもいけなくて、で、まあ、今年になってようやく、まあ、これもちょっと落ち着いてきて、ようやくなんかこういうふうに、なんかみんなでこうやってね、まあ、ちょっとなんか集まってライブできる機会ができて、すごく嬉しいなと思います。ね、こういう状況に多分ね、本当にいろんな人の努力があって、例えばね、まあ、大地とかね、チームさんとかね、そういう職の子とか、当日は、なんか本当にいろんな人が青が携わってくれていて、まあ、そういった意味でね、感謝、ちょっと感謝を大事にしていきたいなと。まあ、感謝の気持ちを歌いたいなということで、この曲やります。スーパービーバーで名前を呼ぶよ。Thank you.